三越松山三越松山三越株式会社松山三越は愛媛県松山市に立地する百貨店とその運営会社である大街道商店街付近に立地している周囲にはエ馬バや伊予鉄会館、アエル松山などといった商業施設や店舗が広がっている戦災復興の先駆けとして終戦から1年2ヶ月後の1946年に 三越松山店として開店した。戦後の物不足の中、産品豊富な松山から物資を東京や大阪へ送達する役割を担い、また、松山店開店は周囲の商店街に刺激を与え復興にも貢献した。三越にとっては戦後初の新規出店であった。世相安定後は唯一の東京資本の小売業、百貨店として、 東京の文化や香りを松山に紹介する役割へと変化し、四国発のエレベーター設置やファッションショーの開催など、常に話題を提供した。三越の親会社である、三越伊勢丹ホールディングスの地方店舗分社化に伴い、2010年4月1日をもって、株式会社松山三越として分社化された。駐車場は上述の通り、b 二階六から八階にあり、 車両用エレベーターで移動する。フロアにより対応可能な高さの上限が違うため、ミニバン、SUV、軽トールワゴン等生高の車両では利用できない場合もある。また二輪車に関しては地下に駐輪場が用意されているが、バイクに関しては 100cc までとされている。このような状況もあり、周辺に定型駐車場、駐輪場が多数がある。AB 町づくりにあたって、百貨店が果たすべき役割と方向性。三越伊勢丹ホールディングス、2013年12月23日、閲覧。入庫の際、入り口で係員から指示を受ける場合がある。ありがとうございます。